どうも、暴力派です。北越急行で直江津駅までやってきました。今回は日本一海に近い駅として知られる信越本線の大海川駅に行ってみようと思います。大海川駅は普通列車しか停車しませんから、直江津から長岡行きの信越線普通列車に乗り込みます。柏崎の間の信越本線は全国でもトップクラスの海が近くで見える路線だと思います。これは日本一海に近い駅がこの辺りにあるのも納得です。道路1本すら挟まないで車窓に広がる海、素晴らしいです。さて、そろそろ大海川駅に到着するようです。大海川駅に到着しました。天気は雲一つない快晴で、暖かい日差しと響く波の音、本当に海に近い駅です。駅と海との間はちょっとした砂浜を挟むだけとなっていて、駅から何も障害物なく日本海を見渡すことができます。信越本線には宿良という観光列車が走っており、その観光列車もここ大海川駅に長時間停車してくれるようです。快速列車ですから18切符などで乗車も可能となっています。機会があったらぜひ乗ってみたい列車です。何を基準にして日本一海に近いかを決めているかは分かりませんが、ちゃんと期待に応えてくれました。他にも四国の予算線下田田駅や山陽本線の須磨駅、あと海とは言い難いですが鶴見線の海芝浦駅も海に近い駅ですので、そちらも訪れてみてはいかがでしょうか。大海川駅は特急白雪が通る駅でもあります。また現在ではこの区間では快速として1日1往復115系による運転もありますが、残念ながら大海川駅に停車する115系の運用は消滅してしまいました。
ということで、帰りの直江津行きがやってきました。夏の暑い日だったので20分強の滞在でしたが、満喫することができました。では動画を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。次は笠島です。お降りのお客様は列車の一番前のドアまでお進みください。